はい、高橋丈太郎です。今ですね、アキラボーイさんの今の、マンデラエフェクトですね。ちょっとこれはね、やばいんで、この前の動画ですね、この前の動画も説明に書いておきます。それから、ちょっとこれからですね、バックアップで FC2 にもやってきましてですね、で今、デイリーモーションにも、載ってるんですけども、ハメハメ波大王に変わってるので、変わってんのか、私が最初からそうしたのかですね、これはもう調べようがないのでですね、これはですね、本当に重大なことなんですよね。まあ、出雲大社とかですね、今もうね、全部動画非表示にしましたんでですね、1月9日までとりあえずですね、まあその先も非表示にするかもしれないですけどね、まだ世の中変わってなければですね、ただもうこういう小さなことからですね、変わるんだっていう、この実験なんですよ。実験なんですよ。わかりますでしょうか？小さなことでいいんですよ。一人一人がですね、小さなことを、本当に小さなことをですね、この前の前の回でですね、まあラーメン食べるか、お蕎麦を食べるか、カレーを食べるか、これ重要なんですよ、本当に。ね、本当にこれがですね、もう私の動画聞かない人はやばいよ、やばいよ、やばいぐらい。これは本当やばいですよ。ね、このアキラボーイさんのあの動画聞いていただければね、最後の方ね、恐ろしいことが詰まってますよ。ね、もう最初から存在しなかったに させられ いや、それはね、簡単にできるってことですね、これが。ここまで操作できるんならね。だから跡形もなくですね、私もこれを聞いてくださいました、あなた様もですね、最初からそんな人はいませんでしたっていうね 話にできるっていう、すごい、これやばいのかな、この動画な。やばいかもしんないですね、わかんない。ねえ。でもね、そんなこと言ったらね、アキラボーイさん自体ね、アキラボーイさんなんて人は存在しませんでしたってね。だから、アキラボーイさんを見た人はもう全員消えちゃうとかですね。そういう話になってくるんですよ。これすごいね、数になりますよね。そういうこともできるかもしれないですね。できる。できるでしょうね、きっとね。この支配者っていうのはね、絶対カメハメハ大王なんですよ。2なんですよ。で、今ページが作りましたのでね、カメハメハでね、あ、ちょっとそれ映しますね。これを映しますね。これね。今作りましたよ。ね。作りましたよね。カメハメハでね。これ今証拠映像ですからね。証拠映像ですよ。こんなことでね、私の存在が消されんのかなっていう、ありえるんですよ。ということで気をつけてくださいっていうか まあ消えたら消えたでね、楽ですよね。もう苦しまなくていいからですね。本当、苦しみの世の中なんでですね。苦しむために生まれてきたわけじゃないんですよ。苦しむために生まれてきたわけじゃないんですよ。苦しめさせられているんですね。何かっていうと、まあ、お金ですよね、まずはね。お金ですよ。で、お金だけじゃないけど、まあ、ほぼお金が多いんじゃないですかね。ほぼお金でしょう。お金の苦しみがなくなればね、そんなにないような気がしますけどね。わかんないですけど、まあ、
それがなかったらなかったでまた出てくるのかもしれないですけど、どうですか、この私の動画は。素晴らしいと思うんだけどな。まあこういうのはね、でも伝わらないんですよね。なんかね、伝わらないのか伝わらないように、わかんないですけどね。わからないですけどね。今、全部非表示にしましたんでね。もうほとんどね、ゼロに近い状態なんですけどね。まあでもね、これね、アンパンマンも出てきちゃってるからですね。アンパンマンね、あと千と千尋、あとまた全部見てないですけれども、もうこれだけ盛りだくさん出てくるとですね、まあ、出雲大社だけで動画撮ったんですけど、3回ぐらい撮って、もっと撮ってますね。もう無意識のうちに喋ってますからね。出雲大社ですね。出雲大社でしょ、絶対。なんだっけ、出雲なんとか。ということで、アキラボーイさんの動画は非常に恐ろしい動画です。はい。絶対見てください。はい。では、消されないように。まあ、消されてもいいじゃないですかね。それはそれでね。もう最初からね、はい。高橋丈太郎なんていませんでしたよ、と。今までね、生まれてから何人の人に私会ってるかわかりませんけどね。はい。それはそれでね。これ、上溝中学校卒業ぐらい書いときますかね。上溝中学校卒業ってね。相模原市立ですね。それこれわざと書いておきましょうか。ね。喋って入れましたしね。はい。では、ありがとうございました。はい。ね、面白いですね。私に会ってね、高橋長太郎存在しませんでしたってね、なったらね、面白いですよね、これね。自分で人体実験ですよ。ね。人体実験ね。今ね、世間様でね、よくね、なんとかってね、言われてますけどもね。はい。もうちょっと長い間ね、この3年弱ぐらいですね。もうちょっとで丸3年になるんですか。はい。私もっとやってますからね。もっともっとやってますんでね。疑問に思ったのはね、ああ、そっか。ね、本当に疑問に思ったのは中学生ぐらいからですけどもね。ここに来ていろいろね、はっきりしてくれて。はい。上溝中学校、ギター同好会ですね。はい。卒業です。はい。どうもすいません。はい。失礼します。